2024年明けまして今年もよろしくお願いします。YouTuber の六助です。明けましておめでとうございますとなかなか言えない事情がありまして、昨日は実はね、自分新潟方面にロケハンに行ってたんですよ。なぜかこうちょっと荒くる波、海にいたんですよね。で、夕方5時ぐらいに長岡市内に戻ってきて、正月だからサーティワンアイスでも食おうかみたいな感じでイオンモールで食ってるところで、みんなの携帯が一斉に鳴り出したんですよね。なんだこれは、地震警報かミサイル警報かと思ったけど地震警報だなと思って1,2,3,4 って数えちゃうんですよね。で5秒ぐらいしてからブルブルブルってピーハが来たから200キロぐらいだな、震度5ぐらい来るかなと思ったら震度5、まあこう発表では6っていう発表もあったみたいですが5でしたね。ミシ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 っていうところで、目の前の、インド料理屋のおじちゃんの、道具がガサガサって落ちまして、ああ震度5だわってところで、まあそういう状況だから街に出てみたら、大変なことになってまして、能登半島沖では、残念なことにかなりの方がお亡くなりになられて、火事も、収まったのか収まらないのか、大事な文化財なんかもこれは焼けてしまったのではないのかななんてね思いますが、結局そのまんま、偶然宿をね、なんかの虫の知らせがあってなんかもう疲れてたんで一発でに長野に帰るのが面倒ってのもあったんだけど宿を取って、そしたらエレベーターが動いてなかったとか、で道路状況を調べると高速道路は部分的に、道がダメで、通行止め箇所があったなんかで、やっぱ明るくなってから帰ろうっていうんで明るくなってから帰ってきたんで夕方寝ちゃったんですよね。でそして見たら何ですか、今度は羽田空港で事故ですか。まあ今日の話題のメインは実はそっちの方に移ってくるんですが、ここまであったら明けましておめでとうとはとても言えないよなってね。乗客が367人、乗員が12人、日本航空機 JAL 機には、いたらしいですが、全員無事に脱出できたそうです。ただ、これは衝突事故なんですよね。衝突された、海上保安庁の機体5人、お亡くなりになられた方がいて、機長の方は無事脱出できたみたいです。5人乗ってたのかな。あ、5人の方が亡くなったんですね。6名乗車、乗務されてたみたいですね。でこの海上保安庁機は、能登半島沖地震の物資を届けるために新潟空港までのフライトだったらしいです。でこれで、記者会見で非常に、現状分かってることはこんなんですっていう図があってちょっとあれだったんですが、滑走路上にいる機体に多分後ろから追突する格好でぶつかったのではないのかなと思います。この辺は最近僕、航空事故系の YouTuber の方が動画よく見てるんですけど、事故報告書をよく見てよく考察してね、話してるんで、僕が一回ここで、アドリブで話すのとは違ったまた重みがね、あると思うんですが、やはり滑走路上で起きた事故でやはり一番大きいのは、テネリフェの悲劇と呼ばれているジャンボ機場同士 の正面衝突事故。ただ今回は2014年に起こった関西空港でのインシデントに近いのではないかと思うんですよね。ホールドポジションと、ポジション&ホールドを聞き間違えた。でも今回は日本の航空機同士ですし、それはないと思うんですよね。何らかの、事情で、海上保安庁機のダッシュ8が滑走路上にいるのに、JAL 機が、接触してしまった、着陸してしまったという、でもね、重大インシデントもね、
資料なんか見たり、ね、動画なんか見てると大抵そこでゴーアラウンドするんですよね。まあ、機体が小さかったし夜間、夕方っていうこともあったんでしょうけれども、接触してしまいました。まあ、幸いだったのはね、旅客機側の方が、全員脱出に成功した。マスコミって嫌なんでね、あのさ、なんで早く出してよ早く出してよってね言ってるところだけをね繰り返し流してましたが、いやもう機長の許可がね、出るとかやたらな場所のスライドは開けないとかいろんな事情があるんですよ。でも何しろ、旅客機側は、無事に、まあ、怪我をされた方はいたようですが、命には別状がないと。ただ、海上保安庁機は残念ながら機長はなんとか脱出できたけれども5人の方が殉職されたと、謹んでご冥福をお祈りします。何かとねこうなってくると、公的機関の機体の、瑕疵を疑われてしまうんですが、ただ一つ言えること、一つ言えることは管制ミスです。管制における、ミスであるというのは間違いないんじゃないかな。まあ昨日の会見の段階で、国土交通省の方が、繰り返し発言されてましたが、こういう事故原因っていうのは本当の意味での解決っていうのは事故報告書が出てこないとわからない。だから最近 YouTuber の方は事故報告書を目を皿のようにしてね見てますよね。最近 YouTuber レベル上がったなと思うのは事故報告書とか、資料なんかをねよく考察してるんで、一回の僕たち世代の一発撮りの YouTuber のね居場所がなかなかなくなってきちゃうなって。で今年はですね、今年の抱負、まあ一応本来の意味で、明けましてで、おっと、よいしょ、 Z5 が2台、これニコイチにしてます。今映像の仕事やってます。 Z5 なんていつも使ってるのって、 Z5 が2台、ハードディスク記録ユニットもあります。うわもうラボになってるな。アマチュア無線のネタは少しちょっとね抑え気味でいこうかなと思ってます。はい、今年はね、で今年はね市役所から委託されてのね、これ自分さっきの自分のミステイクだな、遺跡の発掘の動画なんかをやっていたりもしててね、また今年も、公共的な仕事をある程度取れればいいなと思う。でこっち側にね社員が2人増えます。社員が2人増えます。最大4人体制、今3人体制でやってますが最大4人体制で、写真も復活したいんだよなってところで鉄道ジャーナル誌も、またちゃんと読み始めました。やっぱりね忙しい忙しいでかまけてるとね無線のこともね、鉄道のことも情報がどん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 疎くなって YouTube の視聴回数が減ってきちゃったっていうのもね去年の反省ではあるんで、今年の抱負、忙しい忙しぶらずに、SNS 活動もちゃんとしていこうと、ここで、今年の抱負を述べます。はい、またお会いしましょう。さよなら。